伊藤伝右衛門から1947年12月15日は、明治、大正、昭和時代の福岡県筑豊の実業家、炭鉱主、伝右衛門、伝右衛門とも、二番目の妻、秋子との離婚劇、白蓮事件でその名を知られる。年齢は、万年齢で記す。江戸時代も終焉に向かう幕末の頃、桜田門外の変が起きた年に、 筑前国保並軍大屋村幸福袋で伊、伊藤伝六と、精細、吉の間の長男として生まれる。陽名は吉五郎。父の伝六は目明かしであったが、大勢の子分を養わなければならない目明かし業での、暮らしは貧しく、日々の食事に、木の芽や草の芽を探し、かやすら室に出す。生活の中、幼い伝右衛門は寺小屋に通うこともなかった。母、 よしは伝右衛門が七歳の時に死去。さらに父、伝六の病のため、八歳の時に妹、北とそれぞれ親類宅へ預けられる。伝右衛門はその家の納屋で寝起きして、田畑を耕し使い走りなどして暮らした。妹は預けられ先の幼女となり、伝右衛門は十歳で、病が癒えた父の元に戻り、五福屋、丸屋に、デッ暴行に出る。 忙しさから寺小屋に通うこともなく、無筆となる。伝録は、目赤修行では食べていけないことから、頼もし口で元手を作り、魚のトニアとぎ屋と、露天掘りを始める。当時石炭掘りは軽蔑の対象で、結婚も禁忌されるほど別視されていた。13歳の電園も丸屋を辞め、父の仕事の働き手となる。水揚げされた魚を、 馬や天秤棒で八里の距離を運んで競りに出し、農家で買い付けた玉売りもした。また恩賀川から、芦屋海岸まで石炭を運ぶ先導となる。1877年7月、18歳の時に、西南戦争が起こり、日東の高さから、父の反対を振り切って軍部に死我にし、官軍方として、熊本の激戦地で危険な弾丸運びをした。 西南戦争が終わると仙道に戻り、仙道暮らしは2年半ほど続いた。1880年、狸ぬ掘りなどで小規模な炭鉱業を行っていた、電六が、間炭鉱を経営する、松本線に、資金援助を得て、イギス炭鉱を開く。松本はかつて、福岡藩の役人で、電六が、目明かし時代の親方であり、電六が、地域の情報に精通していて、 顔が広く、荒くれ交付をまとめる能力を見込まれたと見られる。伝ンの幼なじみで、先導や軍部で共に働いた、中野徳次郎も共同で、松本の炭鉱採掘の助けとなる。伝エモン親子が採掘した石炭は、安川慶一郎の安川商店に収められた。資金繰りに困ると、 松本や伝六の登園である岩佐千太郎の援助を受けながら、25歳の伝右衛門は、肉体的に過酷な採掘に従事し、父と共に最初の炭鉱経営を軌道に乗せた。ようやく生活も安定し始め、1888年10月、中群春、吉村の旧氏族、辻徳八の長女、春と結婚する。 筑放丹田は1889年の国の施策、選定工区制によって、大規模な炭鉱が形成されるようになり、地場大手に、海島助、麻生田吉、安川慶一郎の筑放後三夜が形成され、中央から三井、三菱など、大手資本が進出する。日清戦争での軍備増強に備えて、八幡製鉄所が建設されると、 鉄の精錬に必要な石炭が求められ、松本千が経営する高尾炭鉱の石炭が選ばれる。1899年、松本は高尾1.2鉱の譲渡金の大半を電録と徳次郎に分配した。同年に父電録が病没し、電衛門は40歳で家督を継いで一人立ちとなり、譲渡資金を元手に事業を拡大していった。1896年、 炭鉱書機械を製造する、合資会社、幸い袋工作所を創立し、社長に就任する。1901年、加保銀行取締役に就任。1903年3月、中野徳次郎の後を継ぐ形で、声優会より、衆議院議員に出馬して、当選。1907年まで2期務める。議員の業績としては、 工業法での政府案の重税負担を改正、洪水を起こした恩女川大改修の陳情に成功した。1904年に第17銀行取締役となる。1905年、中野徳次郎と共同経営であった無駄工区が単独経営となり、初めて独立した講師となる。無駄担行は見込みがないとされ、交付も喧嘩や殺人など悪評が、 破く、さらに大断層にぶつかっており切り抜いても、目的の炭層が出るかもわからない状態であった。伝英門は、炭鉱の改革に取り組み、命の危険がある悩や頭や、甲府の抵抗を収め、大断層の切り抜きを成功させると、抜けた先には良質の炭層が現れた。時は、日露戦争であり、 良質の石炭は飛ぶように売れて、伊藤家の基礎となる巨万の富を生んだ。さらに事業を拡大し、1905年、中間市の中、鶴炭鉱を17銀行から買い取った。中鶴炭鉱は、デ正、伝モ門の炭鉱経営の中核となる。続いて、第二、荒手炭鉱を取得。この中、鶴と第二荒手には、見込みがないとして、 炭鉱業の先輩である、海島たすけと、麻生滝地が反対するが、伝右衛門は二人の忠告を振り切って、取得に乗り出す。経営者の交代による交付たちの激しい抵抗は、時には人情沙汰になることもあり、伝右衛門は懐に担当を隠し持って、交渉に当たり、経営を成功させる。飯塚市幸袋の旧、伊藤伝右衛門邸1906年組四 旭日賞受賞。1909年に、筑法を代表する大炭鉱主と認められる、筑法石炭工業組合の常議員となる。1910年、加保軍立義芸女学校の創設にあたり、資金を寄付。1904年の日露戦争を前後として、筑法炭鉱時代前世を迎え、明治43.44年に、ゲモンが所有する中鶴。 無洗荒手、潜水四つの採掘工で、畜宝炭鉱五市に入り、炭鉱王の仲間入りとなる。1910年5月、妻春が死去。翌1911年2月、柳原義光伯爵の妹である、柳原明子と再婚する。1914年、炭鉱業で、他の中央大手より出遅れていた小賀工業と、提携して、 大正工業株式会社を設立、社長に就任する。採掘を伊藤、古川が販売を担った。この年に第一次世界大戦が勃発し、大戦景気に押し上げられて、石炭界も後景気となり、大正5年の筑豊炭鉱会社の生産額で、大正工業は5番手に、名が見られる。1915年には、社団法人、伊藤育英会を設立し、 基本金20万円を寄付。1916年に大分県別府市に豪華な別荘を建築する。一方、増産に白車がかかるに伴い炭鉱事故が多発し、電右衛門の中、鶴炭鉱でも1918年にガス爆発を起こして死者27名を出した。炭鉱夫は賃上げを要求してストライキを起こすなど、電右衛門が 初めて経験する第三次であった。インフレによる米騒動が富山県で起こり、蓄放にも波及して、核炭鉱で軍隊が出動するほどの暴動が多発した。また後継機の影響で汚職もはびこり、蓄放疑国事件で大規模な捜査が行われ、対象工業も捜査を受けている。同年12月、幸い袋工作所が合資会社から 株式会社に改祖となり、電モ門が社長に就任した。1920年大戦景気の反動による戦後、強行が起こり、石炭の需要も急減して、炭鉱界も打撃を受ける。電モ門は、幸い袋工作所の職工解雇問題でこじれ、賃上げ要求のストライキなど難題に直面した。1921年、天神町の別邸を増築し、 美術品のふすま絵を瓦の重量から守るために、代わりに、銅で屋根を吹いた豪勢な、銅御殿を建設。その落成間もない11月に、白蓮事件が起こり、61歳の伝右衛門は、結婚から10年で秋子と離婚した。不況により、全国的に労働葬儀が多発し、伝右衛門の大正工業、幸い袋工作所でも1926年頃から、 ストライキが続き、また1924年に創立した博多コースター株式会社での労働葬儀では、天神の別邸を葬儀団に襲われる事件が起こっている。コースターは1928年に手放し、炭鉱業に専念する。1927年7月に火災で道後店が消失。敷地内に新しい屋敷を建て直すも、 時世もあり、以前ほどの規模ではなかった。1930年には、世界恐慌の影響が日本にも波及し、デンエモンの炭鉱でも、事業の合理化や整理が行われた。1931年9月に、満州事変が起こり、翌年の第一次上海事変の影響で大陸から、締め出された、武順炭が、国内に流入し、国内炭鉱は打撃を受けるが、 軍備増強により1933年から活気を取り戻してくる。1933年、加保銀行、加保貯蓄銀行等通り。1934年、博多株式取引処理時。1936年に、宝珠山工業を設立。伝右衛門の宝珠山炭鉱は、事故がなく、独自の浄化装置で川を汚さず、交付住宅が。 近代的な設備で注目される。幸い袋小学校に行動を新築寄付。1937年7月に日中戦争が起き、その前後から炭鉱は国防一式となる。1938年1月、幸い袋工作所常務で、娘婿の伊藤秀三郎が自動車事故で死亡。翌1939年6月には、 大正工業副社長、伊藤金次が病死し、後継者の2本柱であった二人を立て続けに失う、不幸に見舞われた。また中津市港で、ガスによる死亡事故など、不運が続く中80歳を迎えた。1941年6月、別府の別荘を海軍に建老する。この年の12月に、太平洋戦争が始まり、国を挙げての石炭の増産。 確保運動が行われる。1943年3月、伝右衛門は、県下の、各神社に、猛デ公軍戦勝と、文運長久を祈願し、12月には陸海軍に、飛行機を兼納した。1944年に、大正工業は、軍需会社に指定される。1945年、17、筑保加保、福岡著区の4行合併にあたり、 各校の思惑が絡む中難しい調整を行い、福岡銀行設立を実現させた。6月の福岡大空襲により、天神別邸を消失。1945年8月に終戦。翌年の1946年、幸い袋工作所社長を辞任。戦時下の乱屈や災害で荒廃した畜放炭鉱が、戦後復興の役割を担って、 再び動き始めた1947年12月15日、伝右衛門は、幸い袋の自宅で死去した。去年86、明治、大正、昭和を生きた畜放最後の炭鉱王であった。伝右衛門亡き後、大正工業社長に養子し、伊藤八郎が就任し、幸い袋工作所社長には亡き伊藤秀三郎の、長男、伝之助が就任した。 その後、石炭時代の終わりとともに、大正工業は1964年12月に閉鎖した。幸い袋工作所は1963年5月、社長、伊藤伝之助の退陣後、日鉄工業の参加となり、幸い袋の辞邸とともに、伊藤家の手を離れた。幸い袋の本邸は、市民の保存運動により、飯塚市所有となり、 2006年1月26日に、飯塚市有形文化財に指定され、翌年の2007年から、旧伊藤伝右衛門邸として、有料で、一般公開されている。続いて庭園が2011年9月21日に、旧伊藤伝右衛門市庭園として、国の名称に指定された。伝右衛門の墓は、幸い袋、本邸近くの伊藤一族の墓所にある。 1911年3月、伊藤伝右衛門と柳原明子、結婚写真1910年5月に、妻の春が死去した後、伝右衛門の元には、数多くの再婚話が持ち込まれてきた。旧都佐藩主山内伯爵家の令状と決まりかけたが、年の差がありすぎるという理由で断られた。これを聞いた、富田慶次郎海軍大佐が、 幸い袋の絞り染め講習し小賀万太郎を通して、徳のお通用を中央度に、伝右衛門と秋子の見合いを持ちかけた。春の死から9ヶ月後、1911年2月に、白尺、柳原咲光の娘、秋子と結婚した。共に再婚で、伝右衛門は50歳、秋子は25歳と親子ほどの年齢差があり、不合ではあっても、 蘇生非式炭掘り男と蔑まれる労働者上がりの伝右門と白爵令嬢との結婚は異例のことで炭鉱の成金が家族の姫を金で買ったと新聞で格好の話題となった。年齢、身分、教養とあまりに隔たりが大きいこの結婚の背景には貴族院議員である秋子の兄、吉光の選挙資金目的と 伝英門側の名門との結びつきを求める以外の一致、また仲介者が三菱鉱山の実力者である高田正久という戦略的なものがあったと見られている。伝英門は飯塚市幸い袋の本邸を改築して、秋子を迎え、食事や言葉遣いといった、花風改革や子供の縁組など秋子の希望をできる、限り受け入れた。 アキコの世話で1915年には、娘の静子コの婿養子に、堀井秀三郎サブロを迎え、1918年には、異母妹である、初枝の婿養子に、山沢聖子男爵の子息、鉄五郎を迎えた。和歌など無縁なものであったが、伊藤家の農園で、アキコが、中秋名月の花会を開いた時には、その席に出て、客の接待に当たったこともあった。また、 福岡支店陣長と別府市山の手に赤金、ね、御点と称された豪奢な別邸を造営して歌人として自由に活動させ歌集の出版資金を出したりもしている。だが結婚当初から伯爵家の霊場として育った文化人肌の秋子と叩き上げの実業家で川筋気質、女性関係の出入り激しい伝言門の夫婦仲は冷たいものがあった。伊藤家には デミエモンの女かけである女中も共に暮らして、火星を取り仕切っており、彼女らとの関係でもアキコは苦悩した。また、デミエモンの実施は、小福の娘、静子一人で、前妻春との間に子はなく、春の存命中から、妹、日高北の子供の金次、その弟の八郎を養子に迎えていた。また、アキコと再婚する前に、 手切れ金を渡して別れた妾の常も、幼女として、伊藤の席に入れている。伝右衛門は若い頃の宝刀が原因で新たに子供は、できない体であり、秋子は、複雑な家庭の中にあって、実施を持たない妻の立場の不安を常に抱えていた。養子の金次が、伊藤家の相続人に立てられ、大正7年に結婚した妻の津屋子に男子が生まれた、時など、 たまにしか顔を合わせない嫁のつや子を徹底的に嫌い抜くなど、己の立場が脅かされる事態に対して秋子はヒステリックになり、デンモンを悩ませた。養子や妾の問題は、繊細。春の時代にもあり、金次を養子に迎えた頃、春は自分の血縁の老いを家に入れて、可愛がり、金次に辛く当たって金次は何度か家出をしたことがあったという。 めかけである女中神と対立する秋子に対し、伝右衛門は、前妻の春とめかけの常は、姉妹のように仲良くしていたと考え、秋子にもそれを求めたが、実際には春は、常と会えば熱が上がり、自分が死んだら、常が、五歳に収まるだろうと苦悩しており、常にも日陰の身の苦しみがあったという。1914年頃、秋子と11歳の八郎体商工業の二代目を、 ついだ、伊藤八郎は、六歳の時から十年間秋子を、ママ母として育ち、妻を秋子の縁者にあたる冷静家から迎えており、伝右衛門と秋子双方の立場に立って、後に記した、我が家の少子の中で二人の結婚生活を、以下のように振り返っている。父が、異界用で、天神町の別邸で療養していたのは、その翌年の遥か夏であったろう。 前期の広告訴訟問題で苦悩していたのではないだろうか。さらに私の勝手な想像を加えるとママ母と結婚して一年前後の頃にあたる。ママ母はママ母なりに全く異質の地域と家庭に一人で、かして大変な苦心があったであろうし、父は父として外見的には華やかな結婚をしたものの、ママ母と家庭。 また家庭を取り巻く周囲との間で大変な辛労をしたのであろう。顔に出す者はいなかったであろうが、周囲の人々は一人として、この結婚を内心祝福してはいなかったと思う。若い頃の父は表面に優しさを出すようなところはなかったが、内心はナイーブなところがあって、このことでも辛労していたことと思う。伊藤八郎。 我が家の少子1987年苦悩の果てに、秋子が伊藤家を出本した、白蓮事件で再びを騒がせることになった、伝右衛門は、騒動の最中に、新聞記者による、反論記事が出された以外は、制裁を加えろと行きまく決起盛んな山の男たちを、手出しは、巨山と一括して押し止め、一度は、惚れた女だからとして一族にも、 松代まで一言の弁明も、無用と、言い渡し、事件後は、一切の非難も弁明もしなかった。ただ一言、身近なものに、秋子は、学問をしすぎたと漏らしたという。秋子が取り入れた養殖や女中らにしつけた言葉遣い、などの習慣はその後も、伊藤家に残った。秋子との離婚後、新たに妻を迎えることはなかったが、長年の京都の目掛けであった野口里が、 晩年の伝モンに寄り添った。里は、かけの立場にありながら、秋子にも信頼を寄せられ、伊藤家で孤立する秋子の依頼で、妹のお湯を、福岡三雪き袋に行かせるなどしていた。伝モンから京都で、両邸入りの経営を任され、そこは、伝モンと秋子の上宿となっていた。二人の離婚後も、秋子との交流は続いた。伝ン,ンの没後は、 生前の遺言通り西本願寺大屋盆病に、伝右衛門の墓を建立し、手厚く供養した。ありがとうございます。